レーブリー、どうもなっちゃんです。バリドレボの味方ホリです。はい、ということで、実はですね、今日はなんとバリに来てます。どうもこそバリです。バリ島僕大好きで、今日6回目なんですよ来るの。毎年毎年来てて、でですね、今日はなんと、もういらっしゃるんですけど、スペシャルゲストの方に来ていただいてます。はい、バリ島旅行の味方ホリと申します。よろしくお願いします。バリ島で、情報サイトだったり YouTube チャンネルだったりやってるんで、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。概要欄に貼ってるので、今回コラボの企画ということで、お互いのチャンネルで1個ずつ撮って、はい、やっていきたいと思います。はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、今回なんですけども、はい、海外に住んで分かった日本の良さ、はい、っていうのをね、ちょっと話していきたいなと思っていて、やっぱり日本に住んで分からなかったけど、海外に住んで分かる日本ってこういうのいいよねみたいなところってめっちゃあるじゃないですか。なので、それをお互い3つずつちょっと出して話していきたいなと思っています。で、堀さんのチャンネルの方で、はい、だから僕たちは日本を出たというテーマで、はい、逆に、こういうのちょっと辛いしんどいよねっていうようなことを挙げてるので、ちょっとどちらもね、チェックしていいところと悪いところそれぞれチェックしてもらえればと思ってます。シャロー。チャロフラ。はい、ということで、じゃあ早速話していきたいと思います、はい、じゃあまず堀さんからお願いします、はい、日本の良さですよね。日本の良さです。もうね、みんなそうだと思うんですけど、海外に住んでる日本人みんな思ってると思うんですけど、日本食がうまい。あ、一緒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 です、一緒です。いやもうね、これ間違いないです。間違いない、うん、やっぱりどうしても出汁の感じとか、間違いないです。グルタミン酸みたいな。わかります、超わかります。やっぱでも、まあ、もちろん食べれるんですよ。パリでも多分インドでも日本食のレストランっていうものがあって、食べることはできるんですけど、日常的には食べれないので、どうしても日本に帰ったらあれ食べたいなとか、あとはあの店のあれが食べたい。あ、わかります。あ、めっちゃわかる、それわかります。あそこの駅の横にあるラーメン屋のあの味噌ラーメンが食べたいとか、めっちゃわかります。本当にそういう単位であるんですよね。日本食がうまい、食べたいっていうのがあります。インドってあれなんですよ、牛肉食べれないんですよ、宗教上、ヒンドゥー教なんで。だからインドに、インド在住者のあるあるは、入ったら最初に吉野家の吉牛を食べるっていうのがもうインドあるあるなんですよ。空港で食べて、空港で食べる、最初に牛を食べるっていうのはもう超あるあるですね。そう、いやそれわかります。僕もそれ1個目でした。よかった。もう共通ですね、これもみんなそうですね。やっぱ日本人ですからね、なんだかんだって僕たちは食にこだわりがすごいっす、はい、じゃあ次、はい、僕2つ目、はい、もう1個目は一緒だったんで。そうですね、はい、2つ目は、綺麗。綺麗、もうやっぱね、綺麗ですよ、日本は。綺麗ですよ、どこを歩いててもゴミなんか落ちてないです。落ちてないです。ビルも綺麗です。うん、野良犬もいません。いない。吠えられません。追いかけられません。追いかけられない。綺麗、安全、間違いないです、うん、それはね、やっぱ日本の凄さ、良さもそうですし、凄さですね、凄さです。日本人の凄さみたいなことですね、うん、やっぱそれはね、素晴らしい。安全、綺麗だし、非常に素晴らしいと思います。なかなかないと思います。こういう発展途上国で綺麗で、あそこまでこう確立されたものって、いろいろ東南アジアぐるぐる僕も旅行行ってますけど、あそこまで綺麗なのは、まあ、シンガポールとかちょっと行きますけど、本当にそこはね、いいところだな。いいところですね。なんか綺麗の代名詞トイレあるじゃないですか。はい、トイレがもうどこ行っても大丈夫なトイレじゃないですか。間違いない。日本だったら、はい、それがいいよな。だからトイレの心配をしなくていいみたいな、はい、間違いないところが。確かにトイレって代表例ですね。代表例ですね。たまに入ったらパカーって開けますもんね。開けますよね。みたいな感じになりますよね。いやそれ間違いないです。僕バリの話になっちゃうんですけど、はい、たまにこうトイレあるかな、トイレあるって言って、ああ、裏にあるよって言って、おー、分かったっつって、ベーって木の扉を開けると、もう分かんないんですよ。何これは。それね、インドも一緒。あります、インドも一緒。まあ、一回閉めようみたいな。トイレ書いてあるよねみたいな。そうですね、便器があってあって、男性ならタッションするところがあってみたいな。そういうのはなかなか当たり前じゃない。当たり前じゃないですね、うん、日本の良さになると思います。じゃあ僕の2つ目、便利。便利、便利ですね。これは
間違いないです。何するにも困らない。何するにも困らないです。例えばなんか買い物をしたいっていう時も便利ですね。例えばポチポチでその日に来たりするじゃないですか、うん、その日に物が Amazon で届くっていうのもいやすごいよ、便利ですし、で買い物行くにしても交通手段がいっぱいあるじゃないですか、あるバス乗っても行けるし電車でも行けるし自転車でも行けるしみたいな、都内に住んでたらまさにですよね、まさにこんなに線いるみたいなぐらいありますもんね、逆に考えたらそうそう品川から東京行くのいろいろありすぎてもう分からんみたいな、もう5分の差をなんか争ってるみたいな感じですもんね、うん、それを調べるのも便利なツールあるじゃないですか、乗り換え案内とか、乗り換え案内とかね、そう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 、あります、ね、するにしても便利、家探すにしても便利ですし、ドン・キホーテもあればヨドバシカメラもあるし、そこに行けば揃うじゃないですか、とりあえずカメラ欲しいなと思ってバリだったらもうなかなか探すのが大変 で中古とかもあるじゃないですか、日本だったらうわいいなっていうのは思います。今後ろでうちのスタッフが中古そうそうインドネシア人スタッフが言ってますね、はい、まあ多分そういうところがいいのいって言ってるのかも知らないですね、もう日本フリークなんでね。そうです、海外いると不便なことたくさんありますよね。たくさんあります、特に生活してると本当に、うん、例えば旅行単位でお金をいっぱい使えるんだったらその不便さってカットされることもあるんですけど、住むってなるとどうしても直面しないといけない場面が出てきますね、やれ、うん、交通手段だったりとか、じゃあ食べるって言った時に飯どうするとか、うんで、なんかわからないって言った時に聞くのも大変ですし、うん、でそういう情報が揃ってるかって言われるとやっぱそうです揃ってないじゃないですか、いろいろ何するにしても調べたりとか、何してみたいな、うん、そういうのがやっぱ大変ですよね。ということでじゃあ私、はい、1つ目は、日本食だったんですね、2つ目は綺麗で、3つ目はみんなの共通意識がしっかりとあるスタンダードがある、はい、はいはい、ある程度こうみんな分かってる、この分かってるってなんて言うんだろう、そのあうんの呼吸じゃないですけど、ある程度みんな同じ共通意識を持って生活できてるっていうのが非常に楽っていうか、それすごいいいと思います。特にその僕たちは外国人としてバリであったり、僕インドに住んでるわけなんですけど、やっぱり考え方って全然違います、違うんですよ、宗教によっても違いますし、はい、人種によってもまた違ったりしますね。そうなんですよ。で、特にインドってもういろんな民族の人が30個ぐらいあって、うん、もうそれぞれで考え方が違うんで、やっぱり話しててももうなんか意見が合わないっていうか、そもそも考え方が違うみたいなのがあるんで、やっぱり一つの国としてみんなが共通意識っていうか同じ考えを持って教育がされてるで、ある程度のしっかりと教養があるじゃないですか、数学とか国語とか、まあ義務教育はみんなしてるわけで、そのレベル感ってすごいなと思いますね。やっぱ識字率がまだ低かったりとか、インドとか言葉も読めないとか書けないとか、そういう子たちってまだいっぱいいるんですよ。それに比べたら日本で生まれるってすごいラッキー、本当にありがたいなって思います。そうです、日本に生まれるだけで、だってご飯もそんな、ね、一般家庭で生まれたら困らないし、困らないで勉強も義務教育はしっかりと活かしてもらえて、言葉も喋れて、なんなら英語まで勉強させてもらえてみたいな、そういう一定 その教育ができるっていうその環境は日本は非常に恵まれてると思います。この発展途上国からするとこれね、すごくいいところだと思います。本当にすごいと思いますね、はい。僕知り合いが一人いて、はい、イスラム教の方なんですよ、うん、ですごく宗教熱心、はい、でビジネスにはでも厳しい方 で今度日本人向けにこういうサービスやろうと思うんだよねっていう話をされて、うん、でそのサービスがちょっと日本人からすると良くないサービスですよね、はいはい、なんか日本人からお金をいっぱい取ろうみたいなサービスで、だったんで、これちょっとあんま良くないかもよって言っても、いやでもやりたいんだよねみたいな、うまくいくと思うみたいな話をしてて、でも日本人は嫌な思いをするサービスだったので、これ人を嫌な気持ちにするサービスだったら多分これやったら天国行けないよみたいな言うと、はい、あじゃあやめるみたいなあそこが LINE なんだみたいななるほど LINE も違うんだねみたいな宗教的な考えって結構でかいですね。でかいですね。日本
ってあんまそういうところないじゃないですか。ただやっぱりそういう考え方の違いとかっていうのを、まあ、海外にすると住むと余計感じるところが多いんで、だからこそ逆に日本のそういうスタンダードなその考え方ってすごいしっかりしてて、道徳的な部分とか、はい、あ、そう、道徳的な部分、これやっちゃいけないとか、これはやらないべきとか、いい面も悪い面もあるんですけど、いい面もすごい多いなって思ったりします。そうですね。じゃあ僕の3つ目がですね、日本人だからなんですけど、はい、お金稼ぐの楽です。あー、なるほど。で、外国で同じ分を稼ごうとするとめちゃくちゃ大変ですね。で、例えば僕がバリ来た時、もう何にも考えずに来たんですよ。何も考えずに来ました。考えずに来ました。とりあえず引っ越すみたいな。で、もうほぼ何も考えないで、一応なんかこれやったらいけんじゃねみたいなリストを50個ぐらい作ったんですけど、50個。でも、あのビザっていうものがあって、外国だったら、それがないと働いてはいけませんよ。外貨を、現地の通貨を稼いではいけないっていうルールがガチガチにあるんで。あー、何もできないじゃん、この50個みたいな。全部できなかった。全部できないんですよ。全部お金を稼ぐ、これだったらいけるって思ったのは、全部日本だったら多分できたことなんですけど、外国に来たらそのプランはもう全部なくなっちゃったんで、まあ、どうしようみたいなので、3ヶ月ぐらい本当に何もせずに道に座ってたんですけど、本当にそんな生活だったんで、まあ、こう日本だったら今日の飯には困らないだろうなとか、なんかちょっと日雇いのアルバイトをパパッと探して、まあね、明日行くとか、今日これから仕事ちょっとするとかいうので、お金稼ぐことができたんだろうなっていうので、日本人だったらやっぱり自分の国だからお金を稼ぐのは楽っていうのは、制度的な面から見ても、あ、学的な面から見てもあるのかなと僕は思いました。確かにそう、日本の良さかなと。日本だとアルバイトすればね、まあ、大きい額ではないにしろ、その日の生活はできたり。そうなんですよね。やっぱ外国人としてその国に住んでると、いろんなやっぱハードルがありますよね。仕事見つけるところからまず大変ですからね。大変です。そもそも言葉違いますからね。言葉違いますから。日本語話せます、雇ってくださいって、その現地の会社行っても雇ってもらえないですからね。間違いなくありますよね。お金の面でなかなかシビアな経験をしてきた。まあそうですよね。5年住んで、で自分の会社もやってるわけじゃないですか。ですです。それはやっぱ僕とは大きく違うので、本当に自分でやるって本当に大変だと思う。いや、わかんない書類とかいっぱい見てますからね。何書いてあるか、会社設立証書みたいな、読めない誰か訳してみたいな、確かにところがスタートだったはい、ということで、今回は海外に住んで分かった日本のいいところというテーマで、はい、お互い3つずつ出し合って話してみました。まあ、意外に共通点ありましたね。ありますね。洋食はもう鉄板なんですね。鉄板、鉄板ですね。で、僕たちやっぱり東南アジアに住んでるんで、やっぱり国は違えど、ある程度環境のレベルは一緒なのかもしれないですね。ですね。はい、堀さんのチャンネル、バリのことについてすごいいろいろ詳しく書いてますので、概要欄貼っとくので、ぜひ皆さんチェックしてください。してみてください。はい、日本の悪いところも出てるので、はい、ぜひそちらもチェックしてください。散々言ってやったぜ。散々言っちゃいました。いいのかな、ここまで言ってみたいな。大丈夫かな、荒れるかな。荒れるかな。はい、ということで、本日のゲストは堀さんでした。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメント、SNS のフォローよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、いいねとコメント、SNS のフォローよろしくお願いします。